やってきました。ボムディギティドッグス。こちらはね、ホットドッグのお店。2024年10月17日にね、オープンしたというお店でございます。営業時間はね、11時から14時。夜の部はね、16時から20時までやっております。定休日は月曜日になってます。ホットドッグにね、使用しているソーセージはね、富士宮の朝霧ハムで作っていただいている美味しいソーセージだそうです。さあ、どんな感じか行っていきたいと思います。はい、メニューあります。オリジナルドッグ500円。定番のホットドッグか。玉ねぎのみじん切りをのせてケチャップとマスタードをかけたホットドッグだって。あとはスイートチリドッグあります。 DDD ドッグっていうのもあるね。淡路島産の玉ねぎをソテーしてカレーケチャップとハニーマヨ等をかけフライドオニオンをのせたホットドッグだって。へえ、うまそうじゃん。ブレックファーストドッグ、朝食をイメージするようなベーコンスライスチェダー卵をのせたボリューム満点のホットドッグだって。お、素直にドッグだって。ツナと淡路島産玉ねぎを当店オリジナルの味付けで混ぜ合わせ、年齢層問わずに食べていただけるようなホットドッグに仕上げましたと。おお、これいいじゃん。これにしようかな。650円。あとはね、一番人気これなんだって、コニードッグ。牛ひき肉と玉ねぎをいろいろなスパイスやトマトペーストなど一緒に4時間以上煮込んだミートソースをのせたホットドッグだって。へえ、これもうまそうだな。辛みを抑えてあるので お子様も食べれる味付けになってますと。おお、これ食べよう。790円。あとはメンタ高菜ドッグにコニードッグチーズってあるね。おお、このチーズもすごいな。よしよし、今日はねコニードッグにスナオニードッグにオリジナルドッグ3ついってみるか。まあ、あとはねセットでねポテトなんかもつけれるみたいですけど、なんか手作りポテトっていうのもあるね。ラスポテトにスイートチリポテトっていうのもあるね。手作りポテト食べてみるか。 S サイズで350円、レギュラーサイズで550円ね。よしよし、そんな感じでいってみるか。ほらほら、ホットドッグ焼いてます。このソーセージが美味しいんだって。焼いてます、焼いてます。店内のね雰囲気はねこんな感じになってます。お持ち帰りのねお客さんが結構多いね。今ねお持ち帰りのご予約さんの分のねホットドッグもお兄さんが焼いてます。まあ、店内はカウンターがあってねイートインスペースになってるんでね、直接出来たてを食べることもできます。私は出来たてほやほやを食べさせていただきます。それではカウンターお邪魔します。のびのびと育った淡路島玉ねぎを使用しておりました。そしてそしてソーセージやベーコンは朝霧ハム様の品になりますと。へえ、こだわっております。当店のポテトは北海道十勝産コロシリを使用していますと。へえ、こだわり食材を使ったホットドッグでございます。ほら、来たよ。これオリジナルドッグね、これ500円、定番のホットドッグでございます。さあ、いきなりガブッといくか。いただきますよ。パンが柔らかい。うん、おお、あ、確かにこのソーセージうまいわ。はい、ポテト来たよ。これね、手作りポテトだって。北海道十勝産のポテト、塩味ね。あ、北海道の味がする。そのまんまポテト感、若干皮もついててね、いいね。太さも選べてね、太いやつにしてもらったんでね、美味しいです。中はホックホク。じゃーん、来たよ。こちらもなかなかの人気、ツナオニドッグでございます。ツナとオニオン
か。いや、うまそうだな、これ。おお、パンとね、ソーセージが温かくてね、スナオニオンはね、冷たいんで、あったかいと冷たいの食感、最高。思った通り、最高に美味しい。はい、ゴムティーもらいました。缶ジュースとかね、ペットボトルいろんな種類ある、買えます。一番人気のゴムドッグ。はい、来たよ来たよ、こちら一番人気コニードッグでございます。あ、これなんかパンが違うな、ちょっとフランスパンより。これパン違うじゃないですか。これどう違うんですか。それがソフトフランスになって。ソフトフランスパン、はい、ああ、そういうことね。ソフトパンと同じなんですけど、はいはい、風味がソフトフランスパン。へえ、そうなんだ。牛 100% のね、ひき肉が乗ってます。スタードもね、合ってるけどね、全然辛くない、美味しい。うん、これはまあまあボリュームがあるやつだ。うん、はい、完食、ごちそうさまでした。ホットドッグ全部食べやすかったな。食べやすくてね、美味しくてね、すごく良かった。まあ、今日はね、ホットドッグ3ついただきましたけどね、ペロッと美味しく食べちゃいました。大変良かったです。ということで、本日はね、静岡県牧之原市、はずにできましたね。ホットドッグのお店、ボムディギディドックスさんからでした。バイバイ。